ックス・フェルスタッペンは現在 F1 で絶好調な時期を迎えておりこのスポーツの世界チャンピオンになるだろうと1979年の F1 世界チャンピオンであるジョリ・シェクターが信じていますフェルスタッペンは3年連続でタイトルを獲得し過去2シーズンの F1 を支配し2022年の開幕以来レースの77%で勝利を収めています現在オランダのドライバーは歴代3位のグランプリ勝利数で ルルル・イス・ハハミミトンとミハエルシューマッハに次いでいます。シェクターは1970年代に F1 に参戦し、その時代にはジャッキー・スチュワートやニキ・ラウラなどの著名なドライバーが活躍していました。F1 在籍中に10回のグランプリ優勝を果たしたシェクターは F1 参戦2年目でジル・ビルヌーブを破り、世界選手権タイトルを獲得しました。シェクターは当時の F1 時代においてもフェルスタッペンが優勝していただろうと信じています。 彼は、私の時代に走った誰よりも優れていたと、シェクターはガゼッタ・デラ・スポルトに語り、車はよく故障しましたが、私は幸運でした。最大の成功は生き延びたことでした。マックスも最初は少し無謀でしたが、彼の成熟とともに敬意を示すようになりました。インシデントを起こすことなく、他のドライバーとの接触を避け、レースでの成功が証明されています。